ザシナーから隠された理由マイナスは2017年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズニューヨーク州の小さな街で不可解な事件に挑む刑事を描くアンソロジーシリーズペトラ・ハメスファールの同名小説を原作にデレクシモンズが企画、制作を務めた出演はビル・プルマン、ジェシカ・ビール、クリストファー・アボットなど アメリカでは2017年8月2日から USA ネットワークで放送が始まった。日本ではワウワウから第1シーズンのみザシナー記憶を埋める女の放題で放送され、その後はネットフリックスからザシナーから隠された理由マイナスのタイトルで配信されている。本作は第4シーズンまでの制作が決定している。番組は非評価から高い評価を受けており、 第75回ゴールデングローブ賞のミニシリーズテレビ、映画作品賞、主演女優賞、第70回プライムタイムエミー賞の主演女優賞にノミネートされた。ハリー・アンブローズ刑事はニューヨーク州の小さな街で不可解な事件に挑む。ザシナーから隠された理由マイナスのキャスト。上段左からビル・プルマン。 ジェシカビールシーズン1シーズン2シーズン32017年に1月17日に USA ネットワークは本作の制作を決定しアメリカのニューヨーク州北部で撮影された本作は批評家から高い評価を受けている第一シーズンは批評集積サイトのロッテントマトズに35件のレビューがあり批評家支持率は94% 平均点は10点満点で6.9点となっている。また、メトクリティックには23件のレビューがあり、加重平均値は71、100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに33件のレビューがあり、批評価支持率は97%、平均点は10点満点で7.54点となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、 過重平均値は75、100となっている。第3シーズンは6点トマトズ20件のレビューがあり、批評価支持率は100%、平均点は10点満点で7.97点となっている。また、メトクリティックには5件のレビューがあり、過重平均値は81、100となっている。ありがとうございます。